こんにちは。大変です。また中日です。なんと選手が、所在不明でいなくなりましたらしいな。はい、あの球団社長が通訳を、まあ、通訳ということは、まあ、キューバのレビーラ選手なんですけど、いなくなっちゃって家に行かせたらもぬけの殻。すごいよないなくなっちゃって、いまだにちょっと所在がわからないと。つかめない。連絡がつかない。はい、ね。なので日本にいるかどうかも、もう出国しているのかどうかも、ちょっとわからない。日本にいたらわかるだろ、さすがに。さすがに多分、空港で、なんとか止められると思うんですけど、まあ、もういないのかもしれないですね、ちょっと。でも止められないよね。はい。捜索願いを出してんの。捜索願いは警察に相談、今、愛知県警中村署に相談中ということで。事件じゃないだろうな。事件じゃないっぽいんですよね。どうやら亡命したんじゃないかなっていう、まあ、メジャーリーグ MLB を目指すというところで、レビーラ10月4日にまず日本出国予定だったんですね、はい、というのも10月18日からチリの首都サンティアゴで開催されるパンアメリカ大会にキューバ代表の一員として参加する予定だったんですけれども、もうキューバの野球連盟がキューバには帰国しないと X 旧 Twitter でもう報じたということで、9月27日全米記者協会に所属する記者が旧ツイッターで、情報筋によると今後はキューバ野球連盟と関係を持たず MLB チームとの契約を目指す予定だと、もう指名したということで、近日中にもドミニカ共和国に1回入って、でそこからアメリカに渡るんじゃないかと。これはあのジャリエルですねと もう通ずる話で、1回逃げられてまた逃げられちゃった、まあ、過去にはね、その太陽でレスカーノって言ったね、はい、それは1回なんかここら辺にボールが来て、はい、まあ、ある程度の年だったし、はい、お金もあったんだろうな、はい、もう俺は怖くなったと、うん、帰るよっていなくなった、はい、また多分それとはちょっと全然意味合いが違うよね。あの多分あのベイスターズでグリエル、ね、いたと思うんですけれども、はい、グリエルが国際大会に出て結局そこから帰らずに亡命してアメリカに行って、確か MLB と70億で契約したっていう、あのベイスターズは待ってたんですけれども、うん、結局帰ってた。待ってるよなそりゃもう主力だったからね。そうですよね。ジャリエルも今シーズンあの帰ってこないっていうことで、まあ、亡命。苦しいよな、うん、あれが一人いるだけで違うんだけどな。だからあの1回逃げられてまた逃げられちゃったっていう中日で本当災難なんですけれども、なんかバカにされてるみたいだよな、お前ふざけんなよっていうような感じだよねだから利用されている、その日本のプロ野球がちょっと利用、亡命に利用されちゃってるのかなっていう感も。だから日本に経由すると、はい、やっぱその選手の評価も高くなるんじゃないのっていうのもあるのかもしれないし、例えばそのグリエルとか向こうでバリバリやってるし、はい、日本経由でやると、いや日本が目につけた選手だから、うん、そのメジャーでも高く売れるみたいな、るんじゃないかとか、まあ、そういうこともあるんだろうね、うん、それには中日を経由するのが一番だと思う、ね、まあ、中日パイプがあるのでキューバとか、まあ、なのでキューバはもともとね、こうあのアメリカとここ断絶してるので、そう直接メジャーリーグとかアメリカに行けないので、よくあの国際大会とかで第三国行ってから亡命するっていう選手も多いですね。あとやっぱり日本を経由して日本のプロ野球に一旦契約して入っておいて、そこから亡命するっていう選手ももちろん過去にいたので、そういうふうに最初から思われて日本に来てるのかなと。それよりは日本に来た時点でやっぱり寄ってくるやつがいると思うよ。亡命は斡旋ではないですけど、まあ、支援するっていう、まあ、メジャーで夢はないのかみたいな、そんな感じでね。でメジャーリーグもそもそもキューバでいい選手を取りたくても直接取れないので、やっぱそういう手を介して声をかけてくるっていうのはもう十分にもちろん今までもあったので、なんかそれはあるんでしょうね、きっと。そういうじゃないと一人で、でも会っちゃいけないよなまあでもないとね、うん、できないことだからね。できないことなので彼らは。このレビーラ選手もそうですけど、一人で航空券手配して日本語通じない中で、その航空券は送られてきてるよちゃんとですよね。でこれに乗れみたいな。ですよね。だから自分一人ではこの計画は、いやそれはなし得ないよね。ですよね、うん、誰かがやっぱ支援してくれる方がいて出国してるっていう。まあ罰が悪いわな中日もな、うん、家まで行ったらもぬけの殻だった。もぬけの殻ちょっとがっかりくるよね、はい、まさかそうなるとは、まあ、もちろん思ってなかった。いやそれは思わないでしょ。二度もされるとは思ってなかったってことですね。まあそりゃそうだよな、うん、
回ってやっぱりね、外国人にもやっぱり言ってると思うよな、うんうん、あと契約する時でもキューバ政府に契約金の、ね、何パーセントか必ず行くので、違反するとあなたも一生キューバに戻れないですよとか。それ払った金額返してくれるのかね、そんなことになって。いや多分返さないでしょうね、多分な。でキューバ政府 もこの選手が次契約するときに日本のチームからもらうお金がもう入ってこないので、やっぱ死活問題というか、野球 その信頼関係っていうのも関わってくるんでしょうね。あキューバとのね、はい、でもキューバからまた2人ぐらい取ったんだろ、中日と。大丈夫ですか。いや分かんない、そのうち1人が亡命したとか。また二人ともしたって言ったらもう本当に話にならなくなるよ。もうキューバからもう取るなっていうことになるよね、うん、なりますよね。いや本当にそのあたりなんか管理徹底して管理とかっていうのはどうなんですか。いやなかなか難しいだろう、うん、いつも四六時中ついてるわけにもいかないしな、うん、まあ外国人同士で、うん、まあサッカー選手とか、うん、東京にバルバッコアっていう、はい、ブラジル料理の店があるんだけど、うん、そこに集まって、はい、まあ、そこら辺で食事をしたりだとかして情報交換とかしてるんだけども、野球界でもあるんだろうな、やっぱ情報交換の場所っていうのが多分あると思います。コミュニティが、遠征行ったりだとか、はい、まあ、いろいろなところで、うん、その外国人だけが行くような特別なお店みたいな、うん、まあ、バルバコは特別なお店じゃないけどね、一般の人も全然入ってるし、うん、でもまあブラジル料理、ブラジルが感じられるっていうことで選手はね行くんだろうけども、なそういうところがあるんだろうね、うん、もしかするとそのキューバのから日本に来た人たちのそういう集まるコミュニティというかレストランがあって、そういうところで話してて、君メジャー行きたいんだ、じゃあちょっと紹介する人がいるよとか。でもそこはもう取り締まれないからね。話はするのは自由だからさ、うん、だからまあそういうところで情報交換とかいろいろはやってんだろうな、うん、あとはもうキューバを出る前からそういう人たちから電話番号渡されて、日本に行ったらここに連絡しなさいと。そうするといろいろ段取りとか面倒見てくれるよとかな、そうそうそうっていうのがあるのかもしれないですし、もうそこまで行っちゃうと手の、ね、届かないところなんで監視するわけにもこれ、まあ、ここら辺はねもう止めることができないよね。できないですね。監視するとしたらもう人権問題になるのでダメですし、だから人の自由だしな、うん、それを手伝ってくれる人が、心強い人がいると、うん、まあ、委ねちゃう時もあるよね、うん、そのね、二人目っていうのはさ、そうです、ちょっと罰があるとしょうがないな、うん、そうなんですよね、そこら辺はね。しかも1年経たずのうちですからね。全く経ってない、ね、経ってないですね、まだ半年ぐらいのもんだからね、はい、またかって、まあ、思っちゃうところもありますけれども。そうだな。でもあんまり続くと、うん、プロ野球機構の方もキューバから取らないっていうふうに、ん、取るなっていう通達が出るかもわかんないよね。そうですよね。じゃないとやっぱこれバカにされてるみたいな感じも受けるしね。本当です。あのお金もね渡して逃げられるっていうのはちょっと詐欺みたいなもんだからな。だから会社に入って新人が契約金だけもらってとんずらしたみたいな感じになっちゃいますもんね。まあ、どっかに行ったらあれだけど、日本だったら捕まるからね。捕まるけど、けど、まあ、でもそういうやっぱり抜け道も、法的な抜け道もあんのかね。と思います。中日球団を訴えることはできるでしょう。多分。でも DeNA ベイスターズの時にそのグリーリ選手の件では訴えるとか何かそういうのはしなかったんですか。いやどうなんだろう。ちょっと詳しく聞いておこうと思うんだけど。あ、お願いします。どうだったのか。どうだったのかね、うん、まあ、中日の関係者にも聞いてみたいよね。そうですよね。どうなってるのかって、お金のね、うん、これ詐欺とか、まあ、そういうのに当たらないのかとかね、うんうん、犯罪に国際指名手配で締めたいもないの、メジャー行ったら締めたいもなんないけどね。そうですね。あとはその日本とアメリカ、キューバでどういうあの国際犯罪に対しての、はい、取引してるのかとか。じゃあアメリカが日本経由だと、いや亡命はできませんよって言ってくれるからさ。ですよね。だといいんですけど、ただメジャー日本のね。そうですよね。まあメジャーが欲しいっていうか、そうなんです。メジャーが欲しいとなってしまうと、やっぱりそのメジャーリーグ側がかくまうじゃないですけど、まあ多分ケアするでしょうし、まあ、あるよね。キューバ政府側と日本のプロ野球側も逃げちゃった場合は、オタクからは例えば2年間3年間は選手をもう取りませんとか、契約金は返してもらえますっていう何か契約をするとか。組合相手だからな、うん、思想も違うしな。まあそうですね、うん、だからなかなか難しいよね。いやいや払うのはお互い契約したから払って、逃げられたらお前じゃないかって言ったら、そうです、終わり。でも日本人の感覚的にはさ、うん、いや申し訳ありませんでしたみたいな多分なっちゃうんだよね、うん、頭下げちゃいますもんね。そうそう
ね、いやもうきつく言っときますみたいな、うん、どこ行ったんだっけそれみたいなそんな感じになっちゃうけどね。もぬけの殻だったっていうのかな。なんか予兆はなかったんですかね。ちょっとそわそわしてるとか、ヤギに荷物をまとめ出したとか。でもファームだからな、そこまで分かんないよ。片岡さんも分からなかったですかね。分かんないと思うよ。いや様子はおかしいと思ったかもしれない。そわそわそわしてる。なんだこいつはみたいな。ヤギに早く帰りたがる。なんか最近明るくなってんのみたいな。ああ、そういうのはあったかも分からないけどもさ。そうですね。まあ、だけどしっかりさ問題にしてね、うんうん、今後起きないようにしないと、はい、舐められてるようで嫌だよな、はい、日本がな。あとプラス残された選手たちがまたそのバリを食うというか、まあ、大変な目に遭うというか、ピッチャーだったらじゃあ誰があの穴埋めするんだとか、そのカバーリングとかも大変ですよね。そのことは考えて合意しないからな相手はね相手はそうなんですよ。またジャリエルが帰ってこなかったところで、中日本当にピッチャー陣大変だったので。そうだな、はい、未だにその亡命というかメジャーデビューもしてないでしょ。あ、まだレビューも全然で、その亡命もできてないわけでしょ、はい、だからそこら辺のそのなんかどっかでなんか引っかかってるんだよね。なんか入れないんだよね。ちょっとね、何かもしかしたら、うん、だからまあそういうのが入らなくなって、うん、あ、やっぱりそれは危険だぞみたいな。うんだとね、うん、いいんです。そしたら韓国経由にしろみたいな、とかいろいろあると思いますよ。もう本当に韓国も気をつけた方がいい。台湾とかも、でも大使館で亡命手続きとかも多分時間かかるので、まあ、まあそうです、まあ、そういうのもあるのかなと思うんですけど。でもお金が発生してて中日がやっぱりある程度のことは言ってると思うんだよね、うん、それが認められなかったら、いやアメリカに入れるわけにいかないっていう風なきつい処置なのかね、うん、はい、ロドリゲスの場合はね、はい、だからまあそういうことはあるのかもわからないけども、これはやっぱりちゃんとした問題として、うん、やっぱ規約は作っといた方がいいな。そうですね、これを機にちょっとあの NPB 側も何か、ね、はい、規則規約っていうのは必要になってきますね、はい。